みなのしゅこんにちはじゃ。はてんのえんきまる。さあ、突然じゃが、わっぱたちに問う。足が速くなりたいもの、手を挙げて、ほーい。おじゃな、みな、足が速くなりたいわな。そんなわっぱたちに、わし、延喜丸が足が速くなる修行法をの、今から伝授いたします。よいしょ。今からですの、皆々様にお伝えするこの修行法は、実際わしらが400年前にな、行っておった修行法でございまする。用意するものは一つだけじゃ。こちら、さあ、このように長めの布を用意してくださりませ。長さはですな、長ければ長いほどええ修行ができまする。わしが持っておるのはただいまな、2メーターほどの布。さあ、この布をな、使ってどのように修行いたすのか、今からな、皆に教えていこうと思いまする。簡単じゃ。まずはこの用意した布を首に巻きまする。さあ、ではな、このようにな、首に巻きつけ、このように背中から落とす。あとはですな、この布が下にこう垂れるように常に走り続ける。できたかの。ちょっとな、この布がな、思うゆえになかなかうまくできんかったか。皆さんはな、ぜひな、軽めの布、まあ、手ぬぐいとかがええやもしれん。その布が風にこう常になびいてる状態で走り続けること、これが重要でございまする。こうしてのわしら忍びはな、400年前足の速さを鍛えておったわけでございまする。まあ今はな、この布2メーターほどしか持たなかったが、本来の修行法は約12メーターほどのな、長さの布を用いて、それが地面につかないよう走り続けたというわけでございまする。さあ、足が速くなりたきワッパはですな、ぜひこの修行法を試してみてくださりませ。以上、延喜丸の修行法でござった。さらばじゃ、またのー。さらばじゃ。